支援の7ペンベリアミ人屈指のことについて、だイブでが趣に歌って死がよしの歌神。私の神、主よ。私はあなたのもとに身を避けました。どうかお伊勢丸すべてのものから私を救ってください。私を救い出してください。えー、救い出す者がいない間に、彼らが死のように私の魂を引き裂き、さらっていくことがないように。 私の神主を、もし私がこのことをしたのなら、もし私の手に不正があるのなら、もし私が親しい友に悪い仕打ちをしたのなら、また私に敵対する者から言えなく奪ったのなら、敵に私を追わせ、追いつかせ、私の命を地に踏みにじらせてください。私の魂を地の中に留まらせてください、セラ。 死を身怒りを持って立ち上がってください。私の敵の激しい怒りに向かって立ち、私のために身を覚ましてください。あなたは裁きを定められました。国民の集いをあなたの周りに集め、その上の高い御蔵にお帰りください。主は主国の民を裁かれる。死を私の義と私にある誠実とに従って、私を弁護してください。 どうか悪者の悪が後を立ちあなたが正しいものを固く立てられますように正しい神は心と思いを調べられます私の盾は神にあり神は心のすぐな人を救われる神は正しい審判者日々怒る神悔い,改め悔い改めない者には剣を研ぎ弓を張って狙いを定めその者のに向かって 死の武器を構え、矢を,も矢を燃える、やとされる。みよ、彼は悪意を宿し、害毒をはらみ、偽りを生む。彼は穴を掘って、それを深くし、己の作った穴に落ち込む。その害毒は己の頭に戻り、その暴虐は己の脳手に下る。その義にふさわしく、死を私は褒めてたいよ。 糸高詩の皆を褒め歌おう」。